飲酒運転の疑いで職務質問した警察官を投げ飛ばし顔面を蹴る34歳の男を逮捕逃走後自宅に立てこもるも警察官が突入し取り押さえる職務質問をした警察官に暴行を加えて怪我を負わせたとして北海道釧路市の男が逮捕されました公務執行妨害と傷害の現行犯で逮捕されたのは自称会社員の34歳の男です 男は11月4日釧路市の自宅アパート周辺で北海道警察釧路署の30代の男性警察官から職務質問を受けた際警察官に暴行を加えけがを負わせました事件前飲酒運転をしそうな車両があるなどと通報があり警察官が特徴が似た車を発見車で帰宅した男に周辺で張り込んでいた警察官が職務質問をしました しかし男はこれに応じず警察官を蹴った上投げ飛ばして転倒させさらに顔面も蹴ったということです警察官は左足に擦り傷を負ったほか顔が腫れるなどの軽傷です男はその後自宅アパートの部屋に逃げ込みましたが警察は出てくるように説得男が鍵を閉めて室内に立てこもったため警察は約20分後に窓を破壊して室内に突入し部屋で寝ていた男を逮捕しました 男は逮捕後も抵抗を続け覚えていないなどと話していましたがその後はやったことに間違いないなどと話しているということです男の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されていて警察は飲酒運転の容疑でも調べることにしています